マリーとモンフェラートは、エルサレム王国の女王。マリーはフランス5名で、イタリア5名は、マリーアディ・モンフェラート、または、マリーアディ・ジェルサレンネ。イタリアのモンフェラート皇王、コンラート1世とエルサレム女王、イザベル1世の長女。父が1192年4月に、ディールで、暗殺教団によって殺されると、母イザベルは、身を物見で5月に、シャンパーニュハクアンリ2世と再婚した。 その後生まれたのがマリーであった。1205年、母の死にともない13歳で即位。母のイフテーベールート教ジャンが摂政を務めた。1210年9月14日、ジャンド・ブリエンヌとアクラで、政略結婚。長女ヨランドを1212年に出産後、三熟熱でマリーは死亡した。ヨランドは直ちに即位し、ジャンがヨランドの摂政となった。 マリーの直系の子孫は1268年にコンラート3世が南イタリアで処刑されたことで耐えた。その後、マリーの威夫妹とアリス・ド・シャンパーニュの血統がエルサレム王位を継いだ。ありがとうございます。